はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブではなく、北斗の拳2、やっていきましょう。ファミコンっすね。ステージ1、バスクのエリア。まあ今ね、リバイブにバスク来てるので、究極。まあちょっとこっちでもね、バスク戦おうじゃないか。それだけです。この2もね、久しぶりっすね、やるの。まあ、最近、1、ちょっと1回あげたんですよね、1を。これもね、安倍氏を集めて強くなる。安倍氏ケンシロウ。やるやん、誰なん。どっから投げてきとるの。オッケー、先進もう。オッケー、安倍氏ゲット。さらに進む。安倍氏来い。来た、安倍氏来た。3安倍氏。さあ、中ボスっすね。当たってね。当たった。当たった。当たってね。当たってね。当たってねえな。オッケー、当たった。当たり判定がなんかようわかんないっすね。当てづらいよね。あ、オッケー。回復したね、HP。ほら。お前も死んでいる。ちょ、サクサク進もう。こいつやっつけとこう。オッケー。だいぶ強くなったんじゃないですか？なし。で、ここで、来た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 。だいぶ受けたな、今。回るんじゃなかったのか？さあ、来い、バスク。いや、結構受けてますね、ダメージ。押し切れる？押し切れるか？よし、オッケー。これでステージ1クリア。